最初の単語はこちらです。prefer より好む。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初のプリは前という意味があります。これはプレイオープンと同じですね。そしてファーですが、これは運ぶという意味があります。これはフェリーも同じ語源です。フェリーは人や物を運びますよね。好きなものって自分の手元に置いときたいですよね。自分の前に運んでくることからより好むとつながるわけです。prefer より好む。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。accept 受け入れる。except 何々を除いて。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。accept は受け取るという意味になります。これはコンセプトっていうのは皆さんご存知ですよね。コンセプトとは皆さんが共通に受け取っている考えや情報のことですね。AC は方向を表します。そして X は外を表します。この2つの違いは次の絵を見てください。僕が箱を持ってボールを投げてもらうのを想像してください。僕の箱の方へ飛んできて受け取るのが受け入れる。それがアクセプトです。そしてボールが箱の中ではなく外で受け取っているっていうのは箱には入らずに箱からは除かれてますよね。それがエクセプトです。アクセプト受け入れる。エクセプト何々を除いて。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。クレイム要求する。これは知っててほしいですよね。クレームです。会社にクレームを入れるとかって言いますよね。でもね、クレームってどういう意味って言ったら、怒ってるみたいに答える人がいるんですね。クレームは要求するって意味なので、怒ってるかは関係ないんですね。会社にクレームを入れるっていうのは、こういう風に改善してほしいっていう風に要求しているってわけなんですね。クレーム、要求する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。adapt 適合させる。adopt 採用する。この2つ、ややこしいですよね。よく質問きます。でも、adapt は知っててシリーズなんですよ。アダプターです。アダプターっていうのはコンセントに挿すゴロッとしたやつですよね。あれは電圧を合わせて適合させてるんですね。adopt の方はパーツに分けて見ていきましょう。ado は方向を表し、opt は選ぶという意味なんです。これはオプションって言いますよね。ゲームのオプション画面っていうのは難易度を選んだりしますよね。いいなって思う人を選ぶことが採用するってことですよね。adapt 適合させる。adopt 採用する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。variety 多様性。こちらは知っててシリーズですよね。バラエティです。バラエティっていうのは面白いって意味だと思ってませんか？じゃあ、お菓子のバラエティパック、あれ、どこがおもろいねんってなりますよね。バラエティパックは様々なお菓子が入っているよってことですね。そして、バラエティ番組のクイズとかコントとか食レポとか様々な企画が行われている番組ですよね。バラエティ多様性。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。vary 変わる。これは知っててシリーズですよね。バリエーションです。バリエーションに富んだなんていう風に言いますよね。バリエーションっていうのは変化って意味なんですね。で、先ほどのバラエティもこのバリエーションもバリーが派生した名詞なんですね。vary 変わる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。prevent 妨げる。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。プレイは前ですね。そしてベントは来るという意味があります。これはイベントと同じ語源です。イベント、出来事っていうのは外に出た時に自分の目の前にやってくるものですよね。音楽イベントっていうのはアーティストが目の前にやってきてますよね。自分が道を通っている時に前に障害物が来たら妨げられますよね。prevent 妨げる。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。invent 発明する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。in は中でしたね。そして vent は来るでした。発明するっていうのは頭の中に出てきたアイデアを形にしたものですよね。invent 発明する。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。